チョン・クイソンさん68歳。戦時中樺太に連れて行かれたままの弟がどうすれば帰れるのか、それを知りたくて娘のいる東京に韓国からやってきた。弟のチョン・クイッテさんは64歳。生きているうちに何としても会いたいと姉のクイソンさんは願う。戦時中日本は朝鮮半島の人々を日本人として戦場や軍事工場に強制連行した。その数は優に100万を超える。日本の敗戦で兵士や一般邦人は引き上げた。しかし樺太に連れて行かれた4万3000人の朝鮮人は引き上げることができなかった。戦後30年経った昭和50年12月、樺太のこれらの人々を原告に国を相手取り樺太裁判が提訴された。帰還を求める訴えに国は法的責任はないと主張。そして2年が過ぎた。日本の戦争目的遂行のためにですね、もう庭先昭和53年3月3日、衆議院内閣委員会で社会党の戸賀野議員がこの問題で質問に立った。日本人ならですよ、当然祖国に帰る。この人たちはですね、今の国籍も絡んで帰れない。日本政府はそれに対してですね、何にもしようとしなかった。今日30年以上経ってる。外務大臣ね、何としてもこの人たちをですね返すことを日本政府はしなきゃいかん、そういう政治的責任があるというふうにお考えになりませんですか。人道的、さらに法律的以上の道義的責任、政治責任があって、政府はあらゆる努力をしてこういう方々のご希望に沿うようにしなきゃならんと考えております。受け入れ体制の問題についても理屈だけでは通らん点がたくさんございますから、一遍法務大臣、厚生大臣とも相談をして何とか言いようがないか研究してみたいと考えます。夫を九州の炭鉱で亡くし、二人の兄を戦争で失った。一人の兄を満州に、弟を樺太に強制連行されたチョンさん。決して終わってはいない戦後、日本の戦争に振り回されたチョンさんの人生はなお続く。